来年夏の参院選熊本選挙区をめぐり、立憲民主党県連から野党一本化候補として出馬要請を受けていた県議で、元五輪選手の松野明美氏53歳が要請を辞退したことが25日分かった。松野氏が同日、立民県連幹部らに伝えた。松野氏は熊本日日新聞の取材に、 自民党一強では、活発な議論の機会が失われ、熊本の発展につながらない。との思いはあるとしつつも、これまでの選挙は無所属で戦っており、私個人を見て指示をもらってきた。野党統一候補の旗で戦った時に、自分の思いが伝わるのか。不安が拭いきれなかった。と答えた。 立民県連の鎌田聡代表は、熊本市議や県議のキャリアに加えて知名度があり、適任と思っていた。非常に残念だ。と話した。松野氏は、陸上選手として、実業団のニコニコ堂で活躍し、1988年ソウル五輪の女子1万メートルに出場、1995年に現役を引退した。 熊本市議を経て、2015年に県議に転身して、2期目、無所属で活動している。